ちょ、あっちゃんです。今日の、あっちゃんの、ガチャガチャ紹介。この前ね、それは大阪行った時にしてきたガチャガチャ、はい、よいしょ。じゃあこれ何でしょうか。いちご、はい、いちご大好きあっちゃん、このね、いちごパック、赤いいちごと白いいちごのキーホルダーやねんけども、なんだこれ、ちょっとなんか箱の裏が傷んでる、シミみたいになってる。こういうセットな、こういう設定時間なのかな、よくわからへんだけど、でこれがねまた面白くてね、こんな感じ、フルーツパックやねんけども、いちごのパック、巨峰のパックで、マスカット、桃で、いちごの2個パック。でもこれが一番お得かな。ね、2つ入ってっていうのが当たったんね。で、これちょっとね、出してみましょうか。出せるかな？ひっついてんのかな？なんかでひっついてた。出したらあかんみたい。こんな感じでね。で、これをね、開けてみると、いちご出てくんの。匂いはね、ゴムみたいな臭い匂いだけど、ちょっとね、やっこうにゃうにゃして、なんやろこれ、スクイーズみたいになってんのかな、よくわからんねんけど、いちごが4つ入ってね、ギュッてこう押し込められてるから抜けてきゃいんやろうと思うけどね、ギュッと、はい、ギュッとこう押し込められて、でこれでねパック詰めされてんねんけど、でこれを取ったらあかんのかな、外したらあかんみたいね、なんかホットボンドみたいなもので貼ってやるから、ホットボンドで貼ってやった、外したらあかんみたい、うん、なんかまあこんな感じのパック詰めです。いちごと白いちご、はい、かわいいでしょ、ね、これがね、桃、マスカット、巨峰、いちご1パックっていうのがあってね、でプニッとパック入りフーズ、せっかくプニッとやから外したくなるやんか、外したらくっつかへんみたいな、まあ外して遊ぶのもいいけどね、かわいいしね、こんな大きさなんでね、こんな小さいんで、これだけ飾っといても結構かわいいしね、赤のいちごも同じ食感、多分一緒、ムニムニムニって感じなんでね、はい、これ200円でガチャガチャしていきました。はい、ということで今日のガチャガチャ紹介、いちごのガチャガチャでした。はい、また他のね、フルーツも気になるんだけど、奈良で見たことない日本橋のいっぱいガチャガチャある店見つけてやってみました。はい、またこういうガチャガチャね、面白いなったらやってきます。では、またね、バイバイ。あっちゃんのガチャガチャ紹介、良かったよって思ってくれたら、高評価を。で、また応援コメント。チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。チャンネルね、チャンネルじゃないわ、ガチャガチャ、こんな面白いのあったよとかね、こんな珍しいよとか、うちの近くにこんなあったりとかあったら、そんな情報もあったら教えてください。じゃあまたガチャガチャ好きなんでいっぱいやっていきます。でまたね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのガチャガチャ紹介、これはね、どこでしたっけな、ちょっと前やね、もうちょっと前にしたやつ、まだ紹介しなかったのがいっぱい溜まってて、これね、確かにイオンモールでやったと思うねんけども、イオンモールかしらでやったんだけど、ね、ちょっと前にやってんけど、プニプニのんびりアニマル、2種類各3色。何やろこれ、2種類。何やろこのアザラシかな、なんかと猫。アザラシとニャンコです。はい。で、あっちゃんが出たのは、にゃんこちゃんでした。でね、何が面白いかって、なんでこんなんしたんかって言ってね、にゃんこちゃんね、こんなん、ぷにゅんぷにゅんやねん。伸びんねん。かわいそう。にゃんこちゃん、にゅーんって伸びんねん。にゅーって。くさっ。いつものゴムの臭いね、臭い臭い。
うん、アザラシは青、白、ピンク。猫ちゃんは、黄色、グレー、三毛猫。黄色猫が出た。かわいいの。うん、もちもちでね、かわいいね。むにゅむにゅで。ね、むにゅむにゅで癖になる柔らかさって。ビローンって伸ばしてもいいし、ビローンって伸ばせって書いたんだけどね。なんかかわいいからやってみた。なんくだいな。絶対に口には入れないでくださいって。はい、ということでね、なんかこう可愛くってついついこういうのってしたくなるよね。これ確かね、あれで当たったん。あ、そうそう、闇ガチャで当たったんよ。何がこれが出るんじゃなくね、何が出るか分からないです。闇ガチャが出てきたんよ。うん、なんかプニプニして可愛い。手がちょっと臭くなる。まあスクイーズ的なものでした。はい、今日のあっちゃんの、ガチャガチャ紹介、プニプニニャンコでした。はい、ということで、まだね、まだこんな可愛いガチャガチャしていきます。またいろんなガチャガチャ見つけたらやってくるんで、ガチャガチャ紹介よかったよと思ってくれたら高評価を。でまたね、ガチャガチャ紹介好きな人、好きだよとか、またこんなしてとかになったら言ってください。あっちゃん結構ねガチャガチャ好きなんで、焼酎しに行きたくなるんでね。またもう、でも最近ガチャガチャ高いんよ。500円のガチャガチャとか出て、まあでもね、クオリティが良くなってるんで仕方ないんで、またね、いろいろガチャガチャやっていきます。はい、ということで、またこんなね、あっちゃんのガチャガチャ紹介面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのガチャガチャ紹介、これはね、どこでしたかな、多分ね、これはあくやと思う、開放倉庫やと思うんだけど、ね、ちょっと可愛いの。これはね、帰ってきた眠い猫、チャトラだにゃーっていうやつね。可愛いね、眠り猫やねんけども、なんかね、横向いて寝てる子、反対向いて寝てる子で、なんか可愛い腕枕みたいな感じ、横寝してる子で、上向いて寝てる子で、完全に上向いて、安心して寝てる子で、なんか、これ可愛いでしょ、眠り猫みたいで。うちのね、あっちゃんちの猫、こんな寝方してた。よくこんな寝方すんねん。で、この背中のね、このモコッとなった背中の取ってつけて、キュッてこう掴み上げたいみたいな。なんか、こうキュンって寝てるの可愛いなと思ってたら、その子が出ました。可愛いでしょ。大きいもん、ちょっと硬いね。陶器みたいな大きいもんやねんけど。なんやろね、これ。樹脂みたいな硬いやつ、ね。ちょっと、まあまあ重たい。文鎮になるかな。これでも、かわいい。なんかごめん、つぶって。チャトラちゃんでね、かわいいね。プチプピュって巻いて。はい。これはね、飾り物やね。何も別に何の役にも立たへん飾り物やねんけど、猫ちゃんかわいいでしょ。うん。だからこれまたね、テレビの上に飾っときます。あっちゃんのテレビの上コレクションがだんだんね、増えてきて。猫ちゃんが増えます。はい。かわいいね。こういうね、結構ガチャガチャでもクオリティとか、ここ200円やからね。あっちゃんも300円超えたガチャガチャでちょっと考えんだけど、最近増えてきてんねんけどもね。でもまあこの可愛い猫ちゃん200円お得だったんでね、やってきました。はい、ということで、またね、こういうね、子供に帰ってガチャガチャして、ね、そういうの楽しむっていうのもいいと思うんでね、可愛い。みんな、はい、見てください、こんな可愛い顔してるの。うん、ということでね、またガチャガチャしていきます。はい、ということで、今日のあっちゃんのガチャガチャ紹介、眠り猫、眠い、帰ってきた眠い猫、チャトラだにゃー。全6種類のうちね、なんか普通のなんかあっちゃんちの猫みたいな寝方をしてる猫ちゃんでした。はい、ということで、またね、この今回ね、眠り猫だにゃーのガチャガチャよかったよと思ってくれたら高評価を。でまたね、いっぱいコメントとか欲しいにゃー。はい、ということで、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。はい、ということでね、まあ言うことでばっかり言うとるけどね、猫ちゃんちゃうわ、ガチャガチャチャンネルもね、これから増やしていくんでね、ガチャガチャいっぱいしていきます。はい、じゃんなんだけどね、こんなに集まっても、でもそれもそれもね、ガチャガチャちゃん好きやしね、ガチャガチャも集めるのも大好きなんで、で、またね、遊びに来た子とかにあげたりもするんだけど、ね、うちもめいこ一個めいことにあげたりとか、友達の子供にあげたりとかもたまにするんだけどもね、うん、そんなこんなでガチャガチャ紹介これからもしていくと思うんでね、またよかったら見てください。ガチャガチャ困難してとか、ガチャガチャ動画増やしてとか、リクエストお待ちしてます。ではまたね、バイバーイ。